名鉄東宝は、かつて名古屋市中村区名駅の名鉄メルサ6階にあった東宝系の映画館。1967年6月、名鉄メルサの開業と共にオープン。初上映作品は、風と共に去りぬ。座席数は1034席と、当時は愛知県内最大級の映画館だった。常に、洋画の大作、話題作を中心に上映し、スターウォーズ、 エイリアン、バックトゥザフューチャー、ジュラシックパーク、タイタニックなど数々のヒット作を上映した。1998年7月11日二艦体制に分割してリニューアルオープン。名宝開館閉館後は東宝の邦画も上映していたものの、1995年に開館したワーナー・マイカル・シネマズ、クワナ以降、近隣に続々とシネコンが誕生し、 客足を奪われ最盛期の半分程度まで動員が落ち込んだ。2007年にミッドランドスクエアシネマが開館することが止めとなり、メルサのメンズ館への改装するタイミングで閉館を決定。2006年2月24日のザウ頂点ホテルの上映をもって39年の歴史に幕を閉じた。館名と座席数は閉館時のもの。 サラウンド EX と DTS は両館とも、SDDS は一のみ対応していた。名鉄東宝、24日、閉館シネコン進出で客足遠のき、読売新聞、2011年9月13日閲覧、かつて名古屋市内に存在した東宝系の映画館、ありがとうございます。